くなりました。あ、こんにちは。撮ったんですか。撮ってるよ。実演機でもなんかもうだいぶくたびれとるじゃん。だいぶ使っとるしね。いや、今日は JA 農機センターの方にスパイダーモアの実演機を持ってきていただきました。これはどちらさんですか。三菱製ですか。三菱製。あ、オーレック製です。オーレック製ですか。けど。これいつ新しくなったのかね。年末。年末？どう新しくなりましたか。新しくなったのはまず色ですね。あ、色がニューカラー。ニューカラーで緑になっちゃいました。なんかこれ。おしゃれな。はい、そうです。ステッカーと、ステッカーが、あと車輪、車輪、この中に土が溜まっていけんことになるようなんですけど、対応して入らんよ。入らんよ。ああ、素晴らしい。だってたまに外してから中出さないようになったもんね。トロトロになるようなんです。あと1番は、うん、1番は狩り場。ああ、水が出る、水が。前までもあれオプションでフリーがあったのかい。フリーもあの派生型式であった。あったんだけど、もうメインで、そう、もうバーナイフ仕様がなくなってこれだけ。ああ、フリーの刃だけに。フリーの刃だけ、ハンマーナイフモアみたいな。そう、ちゃんとこう、ま、巻き付け方針もついてるじゃん。ここだけ変えれる。ここだけ変えるんです。まあ、もちろんこれも変えないといけになるよね、うん、そのうち。純正で言ったらこの刃だけの刃と、このナットセットと、うん、そのセットと、あとこれも含めたセットが別で、アッセンブリ、アッセンがあるけん、まあ絶対ちびびけん、これもゆくゆく与えるようになるけど、石にガーンって当たったりしてという感じで、まあもちろんこれはフォー、なんちゃってフォーストの、なんちゃってです、混合50対1を入れるフォーサイクルエンジンですね。まあ斜面とかに行きよったら、うん、エンジンオイルが入っとったんですぐ歩けん、オイルが。そういうことですね。です。ひっくり返ったり。そう。指導はもう普通に今までと一緒オンにして、でポンプをして、結構結構ポンプして、これがチョーク。ハラさんが持ってるのとエンジン変わってるっすよね。え、ああ、そうですね。うちの棒、古い850からかなり。これ型が今何本になったんですっけ。 852F。 どこ書いてない。 852F とか書いてない。あ、ここ書いてないです。852F。 F がフリーバー。ああ、なるほど。850から850A になって、851になって、 851A が出て、 A が出て、852が出て、だいぶ変わっておりますね。うちらのだってこの逆に行く時のこのこれ上げるやつじゃない。ああ、であとここにゴムがついてるでしょ。ゴムがついて、あ、今ゴムがないんじゃん。そう、851から。ああ、なるほど。こんなんもないしね、お掃除するこのクルッと。はい、じゃあちょっと実際にそうしたしてみます。はい、お疲れです。なっとったんすよ。あ、前回なっとったけど、うちのから比べたらこの延長が
一段長くなってる。ああ、そう言われれば長いわ。長くなってる、うん。了解しました。じゃあまあこれをちょっと試運転してみます。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。はい、今ですね、こちらオーレックでスパイダーモア 852F を、使用してみたんですが、結構ね、今までのやつはフリーの刃でなかったので、エンジンが死にそうになったりして負荷がかかったら、そんな感じがあったんですけど、エンジンが死にそうになる負荷がかからない感じで進むのは進むんですけど、まあその部分はですね、やっぱりフリーの刃ということであんまり綺麗に枯れてはないんで、そういうところはゆっくり行ってですね、まあ、普通に刈る分にはですね、今トウモロコシの、畝間を走ってはみたんですが、結構ね、綺麗にフリーの刃でも枯れてます。はい。でこの圃場ですね、石が多いんですけど、石が、フリーの刃でない普通の850で前回刈った時にですね、もう思いっきりこのすねに石がガンガン当たってくる感じはあったんですが、このフリーの刃ですね、852の F ですね、フリーの刃で、刈ればですね、結構石の飛び跳ねも少なくてですね、安全に刈ることができました。はい。まあ、結構ですね、エンジンの音もだいぶエンジンが静かになってですね、すごく使いやすくなっていると思います。来月の第2土曜日にですね、ちょっと農機センターの JA の農機センターのですね、展示会がありますので、ちょっとそちらで、まあ、よければもうちょっと使ってみてですね、よければ、購入するかもということで、今850使ってるんですけど、人から譲り受けてですね、もう何年も経ってるんですが、ちょっと調子がもう悪くなってですね、エンジンが途中で死んでしまうという現象が今起きておりますので、ちょっとね、買い替え時期かなというところで、コメント、動画のコメントでも、草の処理をちゃんとしましょうというコメントもいただいておりますので、なかなかね、除草作業できないんですけど、こういう作業する沼を買ったりとかですね、必要なとこでない限りは、ちょっと、後回しになってしまうんですけど、そういうところですね、この畝間とかが、スムーズに枯れますんで、ぜひですね、ちょっと購入を考えてみたいと思っております。今ですね、結構買ってたら見てください、この腕見えますかね、映ってますかね、花粉が、雄花の花粉が、トウモロコシの花粉が結構、出てきてましてですね、もう実もついてますよね。はい。でちょいちょいもう膨らんできてますんで、もう一回ですね、ちょっと、この週末天気悪いんで、天気が良くなり次第ですね、防除、最後の防除ですね、こちらは、プレバソンかフェニックス、どちらかをちょっとやろうと思っています。まあ、同じ農薬ばっかり散布してもですね、効き目が悪くなりますので、ちょっとローテーションしてですね、変えながら、防除の方をしていきたいと思います。今日の昼はですね、こちら、スパイダーモア SP852 を使ってですね、トウモロコシの畝間ですね、
除草作業していきました。はーい、トウモロコシも元気に育ってます。今日も天気がいいですね。快晴です。